イギリスのイートン校ドイツ学選手グリーマのギムナジウム東京都立立川国際中等教育学校中等教育学校は前期中等教育と後期中等教育を一貫して施すシステムを取る学校であり日本では中高一貫教育とされる各国にて相当する学校としてはイギリスのパブリックスクールドイツ連邦共和国及び オーストリア共和国のギムナジウム、オランダのベオー及びヘイボなどが挙げられる。ドイツのギムナジウム、オーストリアの AHS、オランダのベオー及びヘイボへの進学率、在籍率は、該当年齢の約30%に達する。参考までに、日本の国立、私立の中学校の在籍率は、全中学生の約8%、南関東の中高一貫校受験参加率は、 約20%である。日本における中等教育学校は小学校に続く学校とされ、修行年限は6年である。小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育並びに、高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする中学校と高等学校を合わせた年限に、 相当する6年間の一貫教育を行う学校として1998年6月の学校教育法改正により新たに定められた学校種である。校種名にある中等教育とは日本においては中学校と高等学校の段階で行う教育が主に該当する。6年間の前期課程3年間は前期中等教育に分類され中学校相当であり、 後期課程3年間は、後期中等教育に分類され高等学校、相当である。前期課程は、義務教育の修学先でもあり、前期課程を修了すると、他の高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程への入学資格が得られ、後期課程を修了して卒業すると高等学校、卒業と同等に、大学入学試験出願資格が得られる。 公立の中等教育学校では学校教育法施行規則の規定で入学の際に学力検査を行わないものとされている。選抜には調査書、作文、面接、適正検査、抽選などが行われる。競争率は非常に高い。中等教育学校の一般教員は原則として中学校と高等学校の両方の 教員免許状を持つことになっているが、当分の間はどちらか一方の免許状でも可能となっている。2019年現在、国立4校、公立32校、私立18校ある。従来から、私立の中学校、高等学校の併設校にはカリキュラムを大幅に調整した中高一貫教育を行う学校が多かったが、1998年6月の、 学校教育法改正により、中学校から高等学校に相当する教育を一貫して施すために、単一の学校として設置することが可能になった。公立では1999年度の宮崎県立五稼中等教育学校、私立では2000年度の創生中等教育学校、国立では2000年度の東京大学教育学部附属中等教育学校、 奈良女子大学文学部付属中等教育学校が最初である。2003年度には一般生や帰国子女等が多数在籍する公立の中等教育学校である兵庫県立アシア国際中等教育学校がアシア市に開設するなど、囲後全国で着々と設置が進んでいる。一方、市立で初の中等教育学校として開校した。 創生中等教育学校は大幅な定員割れを理由に2009年度からの募集停止を決めた。東北地方初の中等教育学校として設立された秀光中等教育学校も後期課程に進学せず系列校に進学するケースが増えたため2020年度に解体し従前の併設型中高一貫校に戻る見通しである。学校教育法の 第51条の3に中等教育学校における教育について次のように定められている国家及び社会の優位な形成者として必要な資質を養うこと社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき個性に応じて将来の進路を決定させ一般的な教養を高め専門的な技能に習熟させること社会について広く深い理解と 健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。この目標は、高等学校における教育の目標と同一である。前期課程においては、中学校における教育の目標が順用される。前期課程では中学校に関する規定が、後期課程では、高等学校に関する規定がそれぞれ順用される。中学校学習指導要領。 高等学校学習指導要領も適用されている。一部に中等教育学校のみに適用される教育課程を定めた規定がある。また、中等教育学校に適用される特例がある。中学校と高等学校の内容を一部入れ替えて、これにより中学校と高等学校で重複した内容を整理して学習したり、前期課程で一部高等学校の内容を 学習することができる。国立学校公立学校千葉県市立、学校私立学校イギリスにおいてはパブリックスクールが存在し、多くはボーリングスクールであり、13、18歳の年齢に教育を施す。ドイツの教育制度。灰色が基礎学校、緑がギムラジウム、赤が実家学校、木が基幹学校ドイツにおいてはギムラジウムが相当する。 ドイツの教育制度では、6から10歳の基礎学校終了後の進路が、以下3つの学校種に分かれる。これらの3つの学校においては、最初の2年間は観察指導段階が設けられ、生徒の学校進路を決定する際に、第5学年及び第6学年において、生徒の適性を見極めた上で、生徒の学校進路を選択するために設けられたものであり、この観察指導段階は、 初等教育段階には含まれない。オーストリア共和国では、4年生の基礎学校を修了した後のキャリアは2つに分かれる。そのうち AHS は、S とマイナスに及び 3A のギムナジウムであり、実家ギムナジウム、経済実家ギムナジウムに大別される。AHS への進学については、日本の中学受験とは大きく異なり、基礎学校の最終学年での生徒の成績や興味、 関心を考慮して、学校から教育権者に所見が出される。一般的にはドイツ語と数学の成績が良好である。必要があるものの、基礎学校からの所見とは異なり、AHS への進学を希望する場合に限り、入学試験が行われる。オランダの教育制度オランダの教育では、4歳から12歳までの8年生の初等学校を修了した後の、進度は以下に分かれる。 うちベわおには、次の三つのタイプの学校に分類される。一ギリシャ語とラテン語を学習しない、アンテネウム。二ギリシャ語とラテン語が、必修科目である、ギムナジウム。三ギリシャ語とラテン語が、選択科目である、リセウムである。べオおよびヘイボが、日本の中東教育学校に相当する。しかし、日本の中東教育学校とは大きく異なり、最初の三年間は、ベオお、 平母、名簿、老母のすべてに基礎教育課程が導入され、3年間で3000単位時間の必修科目を履修する。必修科目は、オランダ語、英語、現代外国語、数学、物理、科学、生物、地理、歴史、政治、経済、工学、芸術、自立のための生活技能、体育である。総授業時間数の20%については、ラテン語、 宗教などの選択科目に充てられている。ありがとうございます。